メーン。ついに、ベースで話せた。エフェボが、できた。できちゃったね。一回、あれでしたもんね。噂の。噂のカット。スクワッチフォアティックス。その辺の話もね、ちょっと後で聞きたいやと思う。なんでこう、クワットから乗り換えてコンパクトにしたのかと。なかなか攻めたボードですね。どれから行く？手前から繋がってるのは、一応直列だよな、これ全部ね。順番は、うん、チューナー、チューナー、ホグ、オクターバー、オクターバー、ワウ、ワウ、歪み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 、で、コーラス。攻めてない？コンプとプリアンパンなし。ない。男だね。いや、もうこれが良すぎたね。あ、竿のサウンドでいいから、うん、そうそうそう。もう、出ない音だけ出していただくと。あ、そうそうそう。なるほど。とりあえずドスッピーを回ってみてもいいですか。相変わらずやっぱその差はいいね。これだんだん馴染んできた。モッとしたやつだよね。そう、オッケー。じゃあそっからピチューナー、チューナーはもうただミュートする。ピーターソンのチューナーさ、どう？めっちゃいいよ。なんか精度が高いで有名だよね。うん、精度高い。なんか 合わないことでも有名じゃない？あ、そう、一緒止まんないよ。ほらなんかピーターソンのバッファーがいいっていうのも聞いたことがある。そう、うん、噂によると。でも俺ずつ継承してないのか分かんないけど。え、これそれやってみようかな、今度。らしいよ、なんかピーターソンのバッファーいいっていう噂が。なんか見た目可愛いじゃん、これ。ね。それだけで使ってる。まあ、精度が高いからっていうのを使う人、最近増えてるね。信頼できるじゃん、やっぱ。うん。まあ、近年バンドマンでも多いし。おいおい。スポーとかもそうだし。ああ。から何に来てるんですか？これが次は、ポグ。これさ、接続順、接続順はなんかあるんですか、意図は。ない。とりあえず並べたかった。けど、なんとなく、うん、ここは並べたかったの。はい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 。で、インプットがこっちだから。はい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 。それだったらこう、ここの方が楽か。まあ綺麗にこう、4つ手前側にコンパクト来るようにって感じだよね。そうそうそう。ちょっとじゃあ終わってみます。こんな感じ。これ、いつ使うんですか。いや、ソロの時遊びたいなと思ったら、うん、なんとなく。なるほど。まあ、ソロ用って感じ？うん。オッケー。やっぱ、オクターブ下だけとかさ、うん、あとやっぱ違うの？普通のオクターバーと。違う。質感が違う？そう。もう上が、とにかく、綺麗？綺麗。めっちゃ綺麗。これが、これ今、全部。もう上だけ。上だけ？そう。これに、だから歪みとか足すと。なるほど。え、これさ、普通にさ、うん、オクターバーとしてはどうなの？オクターブ下？オクターブ下ね、あんまり俺好きじゃないんだよね。やっぱこう、飛び道具っぽく。そうだね、なんかカリッとしちゃう。例えばさ、普通の弦音周りのさ、オクターブイーブンぐらいで回ってみてもいい？うん、ああ、ありがとう。これね、ピッチシフターみたいな感じ。だから、もう回ってみてもいい？カリカリする。感みたいなのを感じるね。そう、しかも多分遅い。うん。で、上も出るから。なるほどね。で、これをこうするわけ。そうそう。で、なんかこれだとただ、うん、うるさいから。あそう、逆にこれでもうるさいから。うん。この方が存在感出るから。ちょっといるぐらい。なるほど。しそうすると。そういう感じの面白いって感じだよね。そうそうそう。まあ、ソロオンリー。ソロオンリー。オッケー。バッキングで使うことない。なるほど。からの、オクターブからの、オクターブ。そう、オクターブからの。まあ、これは俺も使ってるオクターバーで。安いしね。これめっちゃ安いよね。2万弱がだよね。うん。それでこれだったら割と。まあ、ボリュームないけど。ボリュームがないから、だから俺もモッドで今つけようかなと思ってる。いや、でも意外となくてもいいなと思う。逆にバランスは悪くないと思う。音量さ、出すぎちゃうじゃん。うん。それがなくていいなって。ちょっと上がるよね。うん。オンオフで。そう、自制する
ってる、うんうんうん、勝手に規制されるからちょうどいいぐらい、うん、うん、下だけもで下だけあれってさ使うことあるない あんまないよね。まあこのオクターバーってことだよね、うん、でもたまに遊びたくなるよね。まあそうだね、うんあ、そうそう、面白いから。なるほど、あざす。からのこれが噂の、これが全ての始まり。あ、そうなのね。そう、これを、あ、そっか、あれだもん。これが噂の、これが全ての始まり。あ、そうなのね。そう、これを、あ、そっか、あれだもんね。クワットのフィルターがあんま好きくなかった。うん。で、ワンチャン変えたらありかな、他のも全部一気に揃えようかなって思ってた。これが噂の V2。 そう、バージョン2。バージョン2のスモー、そう、人気ですよね、今変えないと。変えちゃったね。たまたま、たまたま、なんか渋谷回ってて、あ、やっぱ買おうとしたんだ。うん、で、2個回って、なかったら諦めようかなと思って、うん、で、あ、ギークに電話してと思って、うん、なんとなく電話したら、最後の1個あったって言って、もう買えますっつって、うん、急いで向かった。あ、そう。これね、今日のレッスンした生徒も買った欲しいって、あ、で、買えなかったって言ってた。83台でしょ。あ、そうなんだ、うん、100台ない全国で。そう、とりあえず音もらってみていいですか。オクターブは埋まっていいですか。やばいよね。どうしよう、もう新旧比較。マジ、なんかエグくなったという噂だよね。あ、でもそれは俺のイメージより全然エグかった。あ、ほんか、もうちょっとキュートロンとかそっちよりな感じがする。あー、ちょっと飛び道具チックなイメージになった、うん、でもちょうどいいかも逆に。うんうんうん、わかりやすいかな、うん、これ使う？ダウン。結局、これだよね。ああ、いいですね。なるほど。からの？これが歪み。これ俺も。原音が残るのがいいんだよね。そう、わら、だからもうブレンド取ったもんね、マジで。あ、そう、ほんとこんぐらいで、バキ歪み歌してるって感じ。そうそう、マックスマックス。俺もでもこのやり方をすること多いね、歪みは。わかりやすくない？まあ好みもあるけど、タッチが乗るからね、しっかりね。しかもさ、このやつさ、ちょっとなんかさ、空間っぽい感じするんだよね。あー、わかるわかる、ちょっとブルニ感あるというかね。そうそうそう、それがすげえ好きで、叩いた時に、うんちょっと分離感あるの。俺はもうちょいになっちゃうかな。これぐらい、これぐらい、それでもいいかも。これぐらい、なんかこう、ゴーストとかも乗ってきて、うん、なんか分離感がなくちょうどいい感ある。おー、いいね。これは、これはね、これあんま見ないね。お父さんにもらったんだよ。あ、そうなんだ。誕生日の時。あ、おか、これなんなん、これは。これは、あ、誕生日じゃない、卒業祝いだ。あ、おか、にもらったの。もらった。これなんか、あのさ、チューブもどきみたいなやつあんじゃん、ちっちゃいさ。おう、デジタルのやつ。わからん。なんかそれ、おう、のブースターなんだけど。へぇ、ほぼファズ。面白い。なんか面白いから入れてる。これは何がついてるわけ？つまみは。ボリュームと、マスター？あ、そう、ドライブとマスターだけ。すげえ。ここ。これさ、あれだ、どうなの？すごいよ。すごいよ、でもね。これはやばい。へえー。そう、なんか、これめっちゃちょいとかあったわ。
こうやって。出ないんだ。出ない。逆に出ない。それで。だからまあ音作りとしては使えないよね。ああ。いかちいねでもね。面白いね。まあ音色としてそう、遊び道具。そしてこれがコーラス。コーラスで、これインフィニティや、ここでいいね。うわ、いっぱいずれてる。あ、そう、そっち。そう、なんかちょっとなんかさ、空間だからふわっとするじゃん、顔がっていうので、なんか例えば If I の後ろとか、サビの後ろとかで使うと、割と面白いとするから、音感っていうので使う。なるほどね。そうそう、ソロとかでは使わないの。うわ、たまに使う。けどめっちゃこのレイトってやつめっちゃ細くして、あ、なるほど、これね。そう、これ早くするともうすごい。そうそう、あー、これ揺れの速度なんだね、これは。そう、揺れの速度と幅と、どんぐらい揺れるか。へえ、なるほど。これはもう単品で使うって感じか。うん、まあなんかと組み合わせ、オクターバーとかと組み合わせるの、まあ、おもろいじゃん。これ逆にこれとかでさ、なるほどね。これとは。あー、でも面白いね。うん。これは結構おもろい。こんな感じですか。こんな感じですね。じゃ、とりあえず最後に全部踏もうかな。おお、すごい。どうなるんだろうね、確かに。一番いい音すんじゃん。原因やばい、かまぼこみたいになってんだけど。ありがとうございました。はい。